おはようございます。現在朝の6時、夢の世界から現実世界に逆戻り。さあびっくりした、髪の毛がないかと思った今。髪の毛切ったかなと思った今。 ここに髪の毛があった。どんな髪型しとんやろ今。ビビった髪の毛がないかと思った今。これ痛え、取れん。なんでこんなことなっとんや。跡がついとらんかな、これ。もうめっちゃ跡がついとる、髪の毛に。悪くない？悪くないかな？今からね、ぼちぼち走りたいと思います。目指すは栃木県宇都宮。頑張ろう。ね、安全運転で頑張ろう。サプリメントが朝ごはんです。もうセントジョンズワートがあと2日分しかない。まずいな。どっか売っとらんすかね、サービスエリアでセントジョンズワート。これ結構僕必須のサプリメントなんやけどな。びっくりした。朝やから運動神経なまっとる。もちもちね、準備して出発したいと思います。
すげえ寒い。すげえ寒い。すげえ雪が降っとる。はい、今ね、土山のサービスエリア来ております。土山。すげえ雪。すげえ雪が積もっとる。足が細いて。足がめっちゃ痛い。足がめっちゃ痛いの。なんでか分かります？足が痛い理由。短パンでスリッパ、これやばいな。痛い、足が。サビ、足跡が残っとる。ねえ、誰も歩いとらん、ここ。イエー、こっちや。 ここまだ誰も歩いとらん。足跡を残そう。爪痕ならぬね、足跡を残していこうぜ。寒い。足が痛い。そろそろ限界やな。すげえ雪が降っとる。あ、足が痛い。よし、これ今年までにしとこう。すげえ。これどれぐらい積もっとるんかな。4センチぐらいかな。あと足がめっちゃ痛い。足が痛い、限界。ほら、足、雪がくっついちゃってる。よし、トラック戻ろう。すげえ。よし、トラック戻ろう。足が痛い、やべえ。あ、足が痛い。スリッパで行くんじゃなかった。足が限界。足が痛い。凍傷なるわ。痛い、足が。おお、舐めとった。雪舐めとった。今年初めての雪に興奮してしまった。すげえ、雪が。ああ、足が痛い。バカや、バカすぎるわ。いや、楽しかった。よし、またちょっと走ろう。よし。